カスラーはアメリカの作家、代表作であるダークピットを主人公としたシリーズは100カ国以上で出版されるベストセラーとなった。1965年から執筆活動を始め、1973年に架空の組織である沼に所属するダークピットのシリーズ第一作、海中密輸ルートを探れを出版する。砲約は1977年の タイタニックを引き上げろが早い。新潮文庫は、QD 弾頭を回収せよ、タイタニックを引き上げろ、マンハッタン特急を探せ、氷山を狙え、海中密輸ルートを探れの順で観光しており、マンハッタン特急を探せからは、原初の順番とほぼ重なってはいる。ただし、正確な書き下ろし順で言えば、スターバック号を奪回せよが、ダークピットシリーズとしての第一作で、 海中密輸ルートを探れより以前に書かれている。出版は大統領誘拐の謎を得の次に昭和62年にコピーライトの記載も1982年となっている。前書きの部分にクライブカスラーが自ら記しているが彼としてはエリアが限定的だしプロットも他に比べ単純であることから出版自体に否定的だったようだ。いわくこの作品は 数時間のエンターティメント、それに、ある種の時代的な産物とお考えいただければ、結構である。とあり、また、友人、家族、読者やファンに勧められて出版することにしたと経緯が、記されている。海中密輸ルートを探れで出てくる、ハワイの近海で失った女であるとか、デリフ事件という話の源が、スターバック号を脱海せよでわかるわけである。したがって、 出版順ではなく、厳密に話の展開順に読むのであれば、スターバック号を脱回せよ、海中密輸ルートを探れ、氷山を狙え、タイタニックを引き上げろ、QD 弾を回収せよ、マンハッタン特急を探せとなる。ただし、現在は、ほとんどが絶版である。また、実著の印税をもとに、沼を実際に設立し、沈没、行方不明になった、感染等の探索を、 趣味で行っている。1995年には南北戦争で歴史上初めて敵艦を撃沈した潜水艦ハンリーを発見した。カッスラーのファンの一人にトム・クランシーがいる。カッスラーには三人の子供がおり、息子のダーク・カッスラーはカッスラーの協著者として小説を執筆している。2020年2月24日にアリゾナ州スコッツデールの自宅にて指揮をしたことが、 ツイッターにて発表された。88歳没。代表作であるダークピットシリーズを筆頭に、作中でダークピットが加齢するに従い結婚や息子、娘の誕生により、子息たちの活躍を描いたダークピットシリーズ外伝のようなシリーズも展開している。また前日のハンリー発見の経緯を記したノンフィクションも書いている。翻訳第一作のタイタニックを引き上げるは、 現代レイズ・ザ・タイタニックを忠実に訳したものだが、以後の作品では、現代の忠実なわけよりも、命令形の砲台をつけることを踏襲している。現在のところ、現代が命令文を取っているのは、レイズ・ザ・タイタニックのみである。タイタニックのみ、角川マガジンズから刊行され、後に、新潮文庫に入った。国会に消えた近海より、不創者ミステリー感。 極東最近より、強調に、ダークカスラーを迎えた。役者は、前作中山義行。砲役は、新潮文庫館。ポール・ケンプレコス京都。コロンブスのみ、中山分けで、残りは、前作、土屋明役。粒子エネルギーより、不走者ミステリー館。ジャック・ダブラル京都。砲役は、ソフトバンク文庫館。クローバル・トシユキ役。 戦慄のウィルステロより、フシミイワン役。暴力のステルステイより、不走者ミステリー感。砲役は、ソフトバンク文庫館、棚橋修行役。マヤの古代都市から、不走者ミステリー。大破壊より、ジャスティン・スコット教著。砲役は、不走者ミステリー感、土屋明役。公式関連ファンサイト。ありがとうございます。